はい、こんにちは、勝間さんです。いや、元気？いや、君のプロフィールを確認するよ。バトルで今すぐゲット。俺は今すぐゲットする。ポケモン探しにレッツゴー。そっちはちょっと楽しんでる。今すぐゲット。5回挑戦できるお菓子を投げて興味を引く。必ず1匹使う邪剣を入れてね。これ今のボールを投げないと。ボールを5回で止めろ。ちょっとやめてみて。どうなるんだろう。ポケモンを捕まえよ。必ず1匹捕まるよ。お疲れ様。結果を確認しよう。終わった。普通に終わった。結果発表。今回の結果は君が捕まえたポケモンはこれだ。すごい。パートナーポケモンを全て育てたぞ。パートナーポケモンもあれなんですか。レポート中。レポート完了。連想完了。メモリータグの QR コードを忘れずに取ってね。サポートルーレット。100円で必ずタグをメモリータグをセットして読み込み中。読み込み中完了。タグの整理が必要だね。いや、元気？ありすぎてわかんない。確認するよ。今すぐゲット。ポケモン探しに。これさ、マジでさ、今100円でやったじゃん。お菓子投げる。今すぐゲット。やらないってやってみるよ。5回挑戦できるぞ。お菓子を投げて興味を引こう。あ、何も出てこないんだけど。捕まるよ。まだ先に出しな。お疲れ様。お疲れ様。メモリータグボーナス。お疲れ様。これ100円ドブに捨ててるようなもんじゃん。完了。メモリータグの QR をタグを忘れずに取ってね。送りマークないからやめるみたいな。いやでもおっかいなさすぎでしょ。タグを1枚ゲット。メモリータグをセットして読み込み中。読み込み完了。君のプロフィールをバトル今すぐゲット。ポケモン探しにさっきダブルになった時はそっちにスーパースターポケモンが出た時だった。5回挑戦できるお菓子を投げて興味を引こう。わ、出た。わ、すごいすごい。必ず1匹使う。これ以上上はないのかな、本当に。あ、これ格じゃないとダメだから。格じゃないと止めろ。持ってないかな、多分。相手の攻撃必ず1匹捕まるよ。ボタンで止めろ。じゃあよしよし、すごいレインボ ー, 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 ーやりました。必ず1匹捕まるよ。やりました。ボタンで止めろ。地面ヤッホーが必ず一匹捕まるよ。ボタンで止めろ。ダメか。ボタンを捕まえた。それ今何段目。必ず一匹捕まるよ。え、5段目。ボタンで止めろ。じゃあダメじゃん、もうバトルしてゲットやんない。ポケモンを捕まえた。お疲れ様。もうダメなの？確認しよう。もうダメじゃん、バトルしてゲットしないと。今回の結果を君が捕まえたとすごい。パートナーポケモンを全て育てて。レポート中。レポート完了。転送完了。メモリータグのタグを忘れずに取ってね。100円終わっちゃったか、バトル。ボールを投げよう。あら、100円で必ずメモリータグをセットして読み込み中。読み込み完了。いや、じゃあ俺バトルしてゲット。君のプロフィールをバトルでゲット。エリアを選んでね。下選んだエリアのどちらかポケモン探しにレッツゴー。
ートポケモンチケットを持っていたら、マネーにタコタンで決定。違う、嘘じゃん、5番目じゃない、タートルスタート、タートルポケモン1ターン目、3ターン目、違う、5ターン目じゃん、ポケモンを1匹前に出してね、先に攻撃できそう、味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え、サポートルーレット、ポケモンで決める、なんか、じゃあ2人とも伝説が出るときぐらいなのかな、スーパースターが出てるときに、かなと思う、パートナーポケモンが飛び出した、相手が弱っているぞ、ギリッターへ、必ず一匹に止まるよ、2ターン目、相手のポケモンが攻撃してきそうだ、終わっちゃったじゃん、ポケモンを1匹前に出してね、先に攻撃できそう、味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え、サポートルーレット、ポケモンで止めろ、攻撃アップ、一緒だったんだね、そうだよ、相手が弱っているぞ、るボールを投げよう、やる、ゲットタイム、必ず一匹捕まるよ、3ターン目、相手のボスが攻撃してきそうだ、出た、ポケモンを1匹前に出してね、相手の方が相性は抜群だ、相手の攻撃、どういうこと、味方の攻撃、必ず1匹捕まる、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え、サポートルーレット、ランダムすぎじゃね、攻撃アップ、5体連打で応援の、パワー全開、3ターン目で全員倒した、相手が弱っているぞ、ちょうどいいから3周したらいい、ゲットタイム、あ、そうだ、必ず一匹捕まるよ、メモリータイムボーナス、あ、ポテト、ボタンで止めろ、スキップして、スーパーボールだ、スターボールと発射、ポケモンの様子だ、サポートポケモンが増えたよ、こいつは、あーね、ギガナイトか、新たなボスが現れた、スタート、ネギガナイト、相手のボスが仲間を呼び出した、バクガメス、インテレオ、必ずタグを1枚ゲット、メモリータグをセットして、ね、読み込み中、読み込み、ボーナスターンゲット、4ターン目、相手のポケモンが攻撃してきそうだ、そのポケモンは疲れているよ、先に攻撃できそう、味方の攻撃、攻撃ルーレット、ここでさ出てほしいよ、サポートルーレット、ポケモンで止めろ、サポートアタック、ボタン連打で応援だ、喋ることがない。ガオレと違ってなんか攻略とかがないじゃん。
もう分かんないもん。ラストゲットタイム。あれバトル終了しちゃった。必ず一匹捕まるよ。相手のボスに攻撃してきそうだ。やめるか。ポケモンを一匹前に出してね。相手のボスが速そうだ。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。みんな前に出しちゃってんじゃん。相手のボスに。ボーナスゲットタイム。4回挑戦できるぞ。ポケモンの気配がするぞ。ポケモンの気配。あ、ピカチュウ味方の攻撃。スーパースターじゃない。1匹捕まるよ。赤い数字を狙う。あんた今まで出てこなかったじゃん。サポートルーレット。ボタンで止めた。ポケモンで狙う。違う。お前お前マジでお前マジでそんなお前出てくる必要ある。1匹捕まるよ。期待するじゃんね。ボタンで止めろ。それはやめてほしいわ。ポケモンを捕まえた。相手のポケモンが攻撃してきた。一匹捕まえた。中央じゃねえ。ポケモンにボタンで止めろ。いや、あーダメ。ポケモンを捕まえた。ボタンを押し上げ。必ず一匹捕まるよ。ボタンで止めろ。ポケモンを捕まえたら全然いいの出ない。サポートリレット。お疲れ様。結果を確認しよう。サポーターたち結果発表。今回の結果を今回のバトルからすごい。パートナーポケモンすべて育てレポート中エロを完了。今ちょうどいいんじゃないこれでやれば。メモリータグの旧タグを忘れずに取ってね。並んでませんのでご了承ください。100円で必ずメモリータグをセットして読み込み中。読み込み完了。いや、元気？君のプロフィールをバトルでゲット。おおおお、大変だ。やっぱ始めた時になるね。とても強いポケモン。さっきもそうだったじゃん。うん、バトルしてゲットを押したタイミング。すいません、いいですか、一緒にやっていただけますかね。え、なっちゃうよ。突然何言ったの。さっきだってしかもあれだったでしょ、出てなかった。攻撃中だった気がする。新たなボスが現れた。なんじゃなんじゃ。スーパースターダッシュン。かっこよ。とても強そうなポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。あ、炎炎炎炎炎ボタンで決定。ブースターとかボタンで決定。炎っす、エースパーボタンで決定。はい、これもエースパー。はい、ボタンで決定。来て来たです。よかった、検証できた。ボタンを押してバトルしてゲットって押したタイミング、さっきも絶対そうだった。基本的にさ、倒せるとこは前に出してね。エースまで相性は抜群だ。同じスターポケモン先行チャンス、はい、ボタンを押しまくれ。押し切れ成功。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字を狙え。すみません、ありがとうございます。ボタンレンタで連打頑張りますんで、ここの連打頑張りますんで。100でしょ、要はこれ。いや、いくよね、そんだけ相手の攻撃強っ。どんぐらい強いんだろう。めちゃ強い技です。もう信じられないぐらい強い技。もうソードシールドでゲームしてるのも腹立つぐらい。あ、優しい。ボスが弱っているぞ。あ、もうだ。攻撃のチャンス。もう連打チャンス。4分の1になるとこれなんだよね。これ失敗になるとどうなるの。失敗あんのこれ。
1体しか持ってないよとかだったら大変だよね。メンタルが作ったらどんどん攻めろ。倒した。頼む、マスターボールで絵が欲しい。ちゃんと狙おう。今回は時間制限短いから。100円入れなきゃ。一緒に捕まえると2人ともかかります。100円捕まらなくてもバンドルの最後にポケモンメモリータイドボーナスとガッツバトルボーナス。はい、ボタンを止めろ。あースーパーだ。2人とも隣だった。スーパーボールだ。いやーこれは捕まえたい、ね、2、3。出ちゃうんだ。すっごいバトルだったね。このボールをあげるから後で草むらに投げてみて。このボールいらないマスターボールを使わせたい。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。一緒なのかなこれ。画面が戻る。なんか悪くなっちゃう。じゃあ俺は要はあれ国会挑戦なんで。あ、まだ1回目だったか。やっちゃうよ。出してなかった。ボタンを止めろ。忘れちゃった。いや、もらったボールいらな。そもそももらったボールが何よ。もうクイックボールで投げてたのかな。不発なで。報われるか報われないか。何これ。必ず一匹捕まるよ。ボタンで止めろ。はい、来た。よし。え、これ仲悪くなるじゃん。これダメだよ。必ず1匹捕まるよ。これダメでしょ。この後にボタンで止めろ。事件起きる。事件。ボタンで止めろ。寝ない。お母さんやめなさいって言えないじゃん、ね、隣やってたら。確かに捕まるよ。で出ちゃったらほら出たあの子はってなっちゃうやつで。ボタンで止めろ。事件事件。これは不公平。ボタンで止めろ。あー事件だ。事件だ。これはまずい。これはまずい。これはあかん。出すならさっき出しようよね。これはあかん。まあ C って言うなら出てなかったから。そっちスーパースターホテルバトルしてる時今回のこっちは出てたと思う多分。今回のバトルスターだけだろ。いやでもこれよくない。お母さん複雑。でもよくない。それはわかる。それは良くない。あと100円よって言われてたのにさ、500円入れてこっち何も出ないわけ。すごい。パートナーポケモン全て育てたぞ。パートナーポケモン一人身だったらそんなこと思わなかったけど、レポート完了。結婚しましたので、ね、子供もいます。いろんな思考が僕にも備わってしまって。イエーって言いづらくない？なんかこっち全然なんかこの2とか ここだから今こうやってできたけど、ね、2、3出てる隣で出しちゃうけど複雑。まあとりあえずタグを忘れずに取ってくる。さ、バトルの出し方はなんとなく分かった。出し方というかそっちが途中でやってて1でも2でもこっちがバトルしてゲットって始めの時に発生すればだね。もうこれもこっちはこれで終わっちゃうんだね。だって一番最初で 5体出してる。ゲームを遊んでレクルーターをゲットしよう。はい、ということでタッグバトルのお話でした。捕まってる動画もありますのでぜひそちらをご覧ください。それでは